はい、ということで皆さんね、ちょっと今回はスタートが違うんですが、なぜかというと録画ミスをしました。最悪です。大人も子供も姉さんもごきげんよう、ゴールド。はい、ということで熊と遊ぶ一日がスタートいたしましたということで、まあ、ガーデニングをしていたらね、録画ミスをしていたことに気づいて、まあ、最悪だなと思い撮り直している現状でございます。ということでね、本日熊友シリーズ最新作猫友というのが発表されまして、今度の新しいキャラクターは猫子と友もっていう、まあ、猫らしいんですよ、ね、まあね、猫子はわかるよ、まあ、猫だから。友もって、あ、そっち飛んのみたいな、うん、友の方飛んだと思ってね、まあ、猫子と友も、まあ、結構可愛いんですよね。で、まあ、まあ、熊はもう解雇されましたね。でもなんか一応出てくるわらしいんだよ、うん、猫友の方にも、うん、でしゃばんのかと思うんだけど。で、まあその熊友シリーズの、まあ、新作の、まあ、動画っていうのは概要欄に貼っつけておくんで、まあ、ぜひともね、気になった人は見てみてください。で、まあなんか曲とかもね、作ってあったんですよ。まあ猫友の曲みたいな。ね、猫友、猫友、猫友、おしゃべりクソ野郎みたいな、そんな曲だったかな、確か。で、まずはね、ちょっと家の方戻りましょう。もうね、ゲージが溜まってるんで、まあ変な話題を突っ込まれることでしょう。あ、そうそう、色も変えたんですよ、実は。ね、黄色になったんですよ。イエロータイガーという色らしいんですけど。ね、タイガーと思ってね。どこにトライ要素あんのと思ったんですけど。なんだよ。日曜日の夜って、まあまあ、もう休みが終わりですからね。まあ次の日から仕事ですから。休みが終わって、まあ言ったけどね、今もう全部もう話したから、リピートすんな。リピートアフタミーじゃねえんだよ。会社が好きだとお休みが終わる、しょんぼりとか減るのかな。まあまあまあ、会社はまあ好きっちゃ好きっすね。うん、まあ言ったけどね、うん、好きっちゃ好きだけどねーって言ったけどね。かっこよくバリバリお仕事しちゃうんだね。どうかな、かっこよくバリバリしてるかどうかわかんないけど。いや、こっちがびっくりしてたの。プリティーボーイみたいな野郎がいたら。社長になっちゃうかも。なんねえよ、別に。興味ねえのよ、そんな社長に。社長だったり、ハッサンが社長、違う、最悪な会社だろ。即倒産だわ、それ。どれがあったら、遊園地、レストラン、映画館、デパート、動物園、いや、どれもあっても結構やべえだろう。まあ、遊園地みたいな会社ってのは楽しいんじゃないかな。うん、ワクワクしそうだけど。楽しいよね。まあ、毎回毎回同調してくんだよな。会議をしたり、酔うよ。看板車に乗りながら鼓膜を破ることをするの。どんだけ高低差があるんだよ。お仕事もはかどり。はかどんねえだろ、病院行きだよ。楽しくなれば、日曜日の夜も楽しくなるよね。そんな会社行きたくねえけどな。楽しくなる方法を研究しなくちゃ。おめえが研究しなくていいんだよ、おめえ仕事しねえだろ。で、まあ、またね、このガーデニングの方に戻ってきたんですが、僕ね、やっぱ結構熊友をちょっとやり込んでる部分ってのは、まあ、あるんですよ。撮影の時ぐらいしかしてねえけど撮影の時にしないと熊友結構いろんな質問をぶっ込んでくるから、あんまりリアルではできないんだよね。ただそういう撮影の中でもさ、まあ、みんなにいろいろ有益な情報っていうのを僕は与えたいんですよ。やっぱ熊友をね、この今のご時世にもやってる身としてはね、今後やっぱ猫友が出ることによって熊友やってみようかなっていうね、ユーザーの方も増えると思ってるんで、まあ、そういう部分でもちょっとね、まあ、僕が先駆者として、まあ、先人として教えてあげたいなと思うんですよ。まずはちょっとこの、まあ、僕もやったことないんですけど、この土地、まあ、何も植えられていない土地ですっていうのがあるんですけど、ここにね、肥料っていうのが、まあ、入れられると。で、肥料って今まで僕撒いたことないんですよ。で、今回ね、ちょっと肥料撒いてみようかなと思って、で、このね、花の肥料、過去夏、1000円するんですよ。で、バカ高いでしょ、ね、結構高級な肥料。で、これちょっと撒いてみましょう。1000円だからね。結構俺1万円持ってっけな、もう。ね。で、まあ、ここに種を撒くんですけども、まあ、種の撒き方っていうのが実はね、熊友ってあるんですよ。で、熊友ってね、このレア度っていうのがあるんですよね。このカーネーションの種だとレア度3って書いてあるんですけども、こうレア度が高いほど、まあね、結構いい、まあ、花だったり、まあ、野菜だったり、まあ、するんですけども。まずはね、このカーネーションの種、レア度3を植えます。で、まあ、できるだけね、レベルっていうのを合わせた方がいいんで、今度はね、野菜のアスパラの種、レア度3を植えます。で、まあ、今度はね、樹木の桜の種、レア度3を植えます。まあ、3つ植えることができるんですね。で、これ何ができるかと。確かね、レベルがね、上がるはずなんだよ。レア度のレベルが。ちょっとこれでね、
早速これが何ができるのかちょっとやってみましょう。このさ下の方を見るとな、このねひまわりみたいなマークついてるね。ひまわりひまわりってね、クレヨンしんちゃんのひまわりの歌がありましたけど、なかなかねレア度の高い花とかって結構育ちにくいんですよね。だ結構根気よく水を与えてあげないといけないと。あ、3回目で芽が出たね。水を3回与えることによってもう芽が出ると。でその芽が出て、あともう1段階か2段階進化すればもう収穫ができるっていうことで、結構これ有益な情報じゃね。うん、俺にしてはかなりめちゃくちゃ真面目な情報だぞ。お、来た。ちょ、10回目だ。10回目で、ちょっと、これ花が咲いたな。なんかやべえ花が咲いてるぞ、これ。ねえ。これはボタン？あ、ボタンフラ、あ、1050円。ねえ。これ、肥料に1000円使ってるから、ま、50円。ま、プラスになったけど。50円？マジで言ってんの？幸せのかけらが生んだ謎の植物、色とりどりのボタンが咲いている。レア度が3ぐらいの3ジャンの種を同時に植えると生えることがある。レア度5、あ、そういうことね。レア度3ぐらいの3ジャンルの種を同時に植えるとこのレア度5のやつが生まれると。だから種はゲットできなかったから、まあこれ結構これやり込み要素半端ねえぞ。あ、コンプリート 100% するなら。あ、でも1回肥料をまいてしまえばまだ一応肥料が残ってるんだ。これは有益ですね。ああ、俺の動画にしてはかなり真面目な内容だぞ。皆さん、これぜひとも活用してください。まあ、熊ともうすぐ終わるけどよ。猫友っていう新作来るから、みんな猫友やった方がいいと思うよ。ああ、疲れたわ。もう、ねえ、育てるのだいぶ疲れっからな。これ何もしてねえかな。これ、それ、うろちょろして水まいてるだけだから。うん、邪魔な野郎だよ。あいつさ、あいつあの車運転しながらさ、ワンセグかなんかで見てただろ。一緒にすると楽しいんだって。まあまあまあ、そうだ、それはあるよ。それでね、教えてほしいの。なに？コアラドの先生と趣味が。で、こいつ俺のさ、友達聞きすぎじゃない？本当に教えて。まあ友達教えてあげるけど、まあお願いマイメロディーかな。あいつはなかなかまぶたじでやってるよ。お願いマイメロディーと。そう、当たり前だろ。まあお願いマイメロディーと一緒にやった方が面白いんだよ。コアラドの先生はお願いマイメロディー。お前と一緒にな、会話しろよな。お願いマイメロディーと会話した方が面白いんだから。どこ友達なの？え、どこ？習い事だよなあ。陶芸で、陶芸教室で一緒になったんだから。もうもうそうだよ。うん、コアラドの先生、俺の残りのために。まあ、作ったけどそこ全部さ動画カットされてるからさ、そこちょっと言わないでくれる？うん、ちょっと内緒にしといて。あ、グリーンピースのこと？あ、覚えろ、グリーンピースって言うんだよ。やめろよ、気持ち悪い表現すんなよ。やめろよ、なんか目玉が混じってるみたいな言い方。何でも足りきょんがすんな。あのね、そのね、なんだよ。コアラドの先生は自分のこと太ってる方だと思う。まあまあ、太ってる方ではないんじゃないか。普通じゃないですか。コアラドの先生はちょうどいい感じだもんね。何お前 3DS のカメラ通して俺のこと監視してんの？コアラドの先生みたいにすっきりなお腹になりたいの。いや、いいでしょ、お前は今のままで。別に困ることねえだろ、お前。なあ。おめえが細くてもさ、太っててもさ、どっちにしろ人間からはさ、狂気の対象でしかないんだから。あ、まあでも、ありますよ、ありますよ。うん。おる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 。お前、毎回豚の腸詰めしか食ってねえだろ。なあ。やめろ、お前。今まで何人の団子三兄弟殺してきたんだ、お前は。とりあえずダウニー十何歳を食べながら、どのダイエットかいい。それ腹下しそうだけど、なあ。それが一番ダメでしょ。親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。いまだ、チャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンより、チャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、終わらずゲームショーは、
YouTube に存在し続けることをここに宣言する。